虹がかかる。小学校の頃とか中学校の最初の方とかめっちゃ嫌やって、家に友達を連れてきたことがなかったし、けど、うん、最近は客観的に見れるようになってめっちゃ好きやなって思う、この環境とかも。どんなに遠くても歩いて行くのはそこに希望の歌が。お母さんはね、なんか多分みんなのお母さんと違うと思う。なんか草刈り機とかもするし、なんか女やけど男みたいな、なんかそんな感じ。お母さんはなんか本当に話して解決せんことなくて、でもその私だけの相談の利用は来るなくて、お母さんより年上の人の相談も乗ったりとかしてて、なんかみんなのママやなみたいな。心に届く声を聞いてごらん。もう音書かないというか、何もおもちゃがなくても公園がなくてもで、危ないことも教えてくれるし、こういう時はこうしたらいいっていう、なんか判断力が勝手につくというか、もう海では光線というか、山の中入ったら光線というか、でその体のバランス、木登りも安定するし、そういう意味では本当にもう親は何もせず子は育つみたいな、ね、いろんなことを自分で勝手に学んでくれるので、とってもいい環境だなと思います、うん、やっぱりここで暮らして、その半径1キロ以内のものを食べてると病気しないっていうけどね、ありがたく過ごさせていただいております。あの町もあって田舎もあって、でその田舎だけがいいっていう考えではなくて、町も田舎も両方私の中にいつも共存していて、これからは自分のその感性を失わないようにする、こう道みたいなものを少しみんな取り入れて、いろんな角度から見たり考えたり感じてみたりしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。僕が歌う風がくれたメロディ、僕が歌うのは風がくれた。